このほど富士の裾野にオープンした連続2回宙返りコースターダブルループ。もうめちゃくちゃにぶん回しひねり回すことから俗名絶叫マシーンと呼ばれています。ヤングが主流客になってきた今、スリル度は遊園地の人気のバロメーター。さあ覚悟のほどは？トイレは済ませましたか？地上35メートルに引き上げられたコースター、45度の角度で安全基準速度ギリギリの時速90キロで第一ループに突入します。重力で鼻が顔にめり込むような凄まじさ、まさにスリル満点。あとは8の字や円を描きながら減速してゴールイン。恐怖のあまり日に一人は失神する女性が出るとか。勇気あるあなた、一度挑戦してみませんか？